はい、こんにちは、コーチの優しです。スースキップについて紹介したいと思います。陸上を始めるとき、早くなりたいっていうとき、もうどんなときでもスースキップっていうのは非常に大事な種目です。使う用具がこれです。マカを使います。で、またこれの代用品でミニハードルを使っても大丈夫です。で、マカを使う際に歩数を何足長分置いてくださいとか言います。何足長っていうのは足何歩分っていうことです。まず小学生の子だったら2足長でいいと思います。1、2で5枚ぐらいだいたい置きます。で、ツースキップどういう種目かっていうと、もうめちゃめちゃ基本の動作の一つです。やり方なんですが、ここから1でくるぶし膝の横、つま先上上げで、2で支えてる足、こっちの足でグッと押します。で、着地1、2、着地1、2、着地っていう動きです。やるときに大事なのが、必ずつま先を上に上げてください。つま先を上に上げる、これ下がらないように。つま先を上げる理由は、この太ももの付け根がしっかり使えるように上げます。これが下がってると膝下しか使えます。こういう人はあんまり速く走れない。これを滑らかに連続で、これがだいたい何回かやって分かってきたら、今度は着地するときに足がフラットにつくっていうところ、これがつま先からつかない、かかとからつかないっていうことを意識して、1、2、1、2、1、2、1、2、これができたら、今度は上げるっていう動作から切り返しっていう動きをします。切り返しっていうのは、足が高く上がった状態から反対の足が空中でこうやって入れ替わることを切り返しと言います。で、切り返すときに大事にしてほしいのが、足がついてから次の足が出てくるんじゃなくて、空中で足がスパンって切るように切るように入れ替えます。これを2スキップのリズムで1、2、1、2、1、2、1、2、1、2とやっていきます。この2つ基本中の基本です。2スキップの基本中の基本なので、これができると速くなる子はもうこれだけで速くなります。で、切り返しができたら、最後これを駆け抜けていきます。全部の動きをミックス、くるぶし膝の横、つま先上上がって、ここから着地するときに切り返す。これを連続で、ここからドン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 。最初ドームマーカーの形があってもらって、ミニハードルを使ってもいいと思いますし、で、徐々に徐々に少し高くしてくると上がる幅も大きくなってくるので、練習としていいと思います。これができた後に何もない状態で走ったりすると、動きが意識されていくので、動画で見返したりして何回も何回も取り組んでみてください。この動画が良かったと思う人はいいねやチャンネル登録よろしくお願いします。